声出ないのはしょうがない。豪快さ。ギルティギアやりましょう。プレイはちゃんとできますからね。ただ声と音楽は出ないですね。まあ、CD じゃないからしょうがないですね。うん。ちゃんとまあプレイはできますからね。うん、まあいいか、これは。これ無限、これだけ無限にしときゃいいな。あ、間違えた。これは、A ボタンを押せばいいのか。スタートボタンでいいのか。これで、これギルティギアの一作目ですね、これね。はい。まあ、僕が、そう、音楽はないからしょうがないんですよね。このキャラとね、このキャラはね、じゃあこのキャラか。この一作目だけのキャラちゃうのかなと思うんですけど、こいつとこいつは。これでもファウストにちょっと似てるよな。違うかな。ね、この2キャラだけね、この1というか一作目しか出てないキャラだと思います。あとはね、他の作品にも出てきますね。うん。これも出てきますしね。はい。じゃあ僕はこれ使いますね。ソロバッドガイ。はい。でもこれね、さっきちょっとやったんですけどね、結構難易度高いんですよ。ほらほら、めっちゃ強いんですよね、敵が。やべえな。そう、もう効果音だけになっちゃうんですよね、音だけ。まあ声はキャラクターの、ね、技の声とかはしますけどね。あ、勝った勝った。うわ、やるな。おお、迫力ありますね。でもね、交換音交換音でね。あー、やられた。うわ、つれ。うわ、強いな。うわ、やばい。うわ、強いわ。めっちゃ強い。あ、コンテによってキャラ、同じキャラになるのか。キャラ変えられへんねや。これあれやな、リセットメニューには戻れないよね。うわぁ。あ、勝った勝った。いやね、実際にでも、ギルティギアのね、一作目やるの初めてなんですけどね。今日はね、さっきやりましたけど、
今日やるの初めてなんですよね。欲しかったんで嬉しいですね。音楽はないけどしょうがないですね、それは。プレイできれば十分です。お、買った買った。まあ一作目からキャラは立ってますね、やっぱりこのゲームは。こいつ、こいつもあれやな、このゲームしか出てこないキャラですね。これファーストの師匠なのかな、違うか、なんか似てるんですよね。なんかそのなんていうのかな、ポーズが似てるんですよ、ハウストに。これ以降のシリーズには出てこないですよね。あ、でも戦い方がちょっとちゃうな、ハウストとな。あ、弱い。そんな強くなかった。強くないのかな、こいつは。おお、何や、うーわ、超必殺技みたいなやつ。あ、でも勝った。さっきのやつの方が強かったね。あ、これはポチョムキンかな。そうやね、ポチョムキンやね。ポチョムキンバスターのチョコポチョムキンですね。そういえばパンドラボックスにはね、ギルティギアシリーズ入ってないですよね。まあ僕が買ったパンドラボックスはそうでしたけどね、最近のパンドラボックスは知らないですけど、パンドラボックスシリーズってギルティギア入ってない印象がありますね。よいしょ。まあ、一応全部持ってますけどね、僕はね。全部じゃないけど、持ってないのもあるけどね、割と最近のものまで持ってますけどね。よかった。後ろにロボットがいっぱいいるね。なんかモビルスーツみたいなロボットがいっぱいある。おお、おお、ポチョムキンバスター出ましたね。筋肉バスターにちょっと似てんですよね。めかった。ボルト。勝ちましたね。あ、こいつね。名前忘れたな、何やったっけ。覚悟できてるか。うん。チップ、お、あら、おお、出た、強いな。
ソロは、あ、これね、結構多彩ですからね、ソロの必殺技はね。よかった。はい。よかった。強いな。結構勝てるもんやね。悪魔やね。おお。おお。強い。
あ、ゲームオーバーや。はい、やめるときはこれ。これを押してこれね。はい。はい、終わります。ありがとうございました。もしよかったら YouTube もしくはニコニコ動画のチャンネル登録お願いいたします。